はい、どうもカッパ院長です。さて、じゃあこの動画ではね、この岸田統一総理 この外国人、留学生とかこの労働者の、外国人政策ですかね、またねおかしなことを連発しているんでね。で、このフィーフィーさんとかがツッコミ入れてたりとか、一方この NHK とか日本のマスコミはね、いやまだまだダメだと、もっともっと外国人優遇しなきゃダメだと、日本がこの人道的に問題があるみたいなこと言ってみたりとか。で、そんなね、岸田総理、岸田統一自民党、岸田統一内閣がもう大絶賛して、国の宝だとまで言っているこの外国人たちが日本でどんだけ悪さしてるか、例えばこの群馬、茨城、栃木、あの辺界隈だとね、このグエンさんたちがね、こう梨かっぱらったり桃かっぱらったりずーっと悪さしてますよね。あとなんかこの中国人がね、この靖国神社の、なんかある区画に勝手に入ったりとかね、何考えてんのかなって、いや実際に実害出てるんですけどね、問題があるからね、改めてくださいよっつってんのに、どんどこどんどこね、さらにこのなんか人数を増やそうとしたりとかね、なんかこの規制を緩和したりとかね、そのくせなんかこのやらかした奴らをこのね、まともに取り締まろうともしない。ね、逮捕しても起訴しないでそのまま終了とかさ、どういうことになってんのかな、岸田統一総理はね、っていうのを、そうだな、ちょっと全部は見ていけないんで、実際に何をやらかしてどんだけ暴れてるかっていう話はちょっと後半サロンの方で見ていきましょうか。じゃあまず最初このね、岸田統一総理が、じゃあ留学生の話からいこうかな、留学生30万人計画の見直しを指示。これこのタイトルだけ見るとさ、これ紛らわしいんですけどもね、30万人っていう水準をね、ちょっとこれはやりすぎだと、おかしいと、やっぱ不公平だと、日本人学生を差別しているとっていう、そっちの方向にこの見直すのかと思うじゃないですか。逆なんですよ。いや、もっと増やそうと。いや、こんなもんじゃ全然足らないと、ね、このままじゃね、この留学生ありきでね、どうにかこうにか回すことができている、ね、このなんかわけのわからんエフラン大学みたいなところが、ね、バタバタと潰れてしまう結果、ね、天下り先がなくなってしまうじゃないか、これはまずいっていうことでね、もっともっと外国人留学生を日本の税金ばらまいて呼び寄せて、ね、反日外国人留学生でもう溢れ返らせてしまえ日本国内をっていうことを岸田統一総理と、ね、いわこの坪文部科学大臣ね、坪総理とね、坪大臣がね、そういうなんか悪だくみしてるっていう、そういう話です。最悪でしょ？本当に。で、このね、留学生30万人、外国人留学生30万人を、さらに増やす、ね、計画策定を指示したんですよ。岸田坪総理が、長岡坪大臣に対して、ね、年間30万人の外国人留学生受け入れを目指す政府の目標を抜本的に見直して、さらにだからもう50万とかもう100万、ね、大台100万、それぐらいのこと言ってんじゃないですか、に増やすための新しい計画を、ね、策定するように指示したんだって。何考えてんの、ね、日本のこの税金をこの反日外国人にね、だって反日国家から来る留学生なんて留学生っていう体ではあるけど工作員だからね、どいつもこいつもに日本の税金ばらまいてわざわざ来てもらって食わしてやってんですよ、頭おかしいとしか思えないでしょ。おかしいんですよ、ね、坪総理と坪大臣だから、日本壊してなんぼですよ、どう考えたってね、いやこれ以上ね、このグエンさん増やすとかさ、ね、このチャイニーズマフィアとかさ、ね、まさにこのツボック増やしてどうすんだよって話じゃないですか。おかしいよね。でね、これだけじゃないです。ね、今のはこの留学生、学生の話ですよね。今度はね、この労働者。特定技能外国人労働者ですよね。まあ、製造業で拡大。これ前、ちょっと前に、先月だかな、先々月かな。なんかこういう話見たと思うんですけどもね、この受け入れの、こっちもね、この上限をね、この見直すと。ね、下げるんじゃなくて増やす方向なんですよね。いやーもう本当ね、この外国税にね、日本の税金ばらまいて、だからもう売国政党の売国議員ですよね、どう考えたって。だってこれ日本にとって何のメリットもねえじゃん。少なくとも日本、ね、一般の日本国民にはただのいい迷惑でしかないんですけども。
特定技能製造業で拡大、受け入れ上限数見直しということでね、政府は30日の閣議で、新型コロナ禍による、労働需要変化に応じて在留資格特定技能で受け入れる外国人の、業種ごとの上限数を見直すことを決定したと。対象の全12業種のうち需要が拡大している飲食料品製造業、製造業の2業種について上限を引き上げる一方、外食業など9業種は引き下げると、農業だけは変えず全体の上限も据え置くって書いてあるんですけどね。なんのことはね、これ奴隷制度の拡大でしょ、いやもう完全にこれ日本滅ぼしに来てますよ、ね、この岸田統一坪内閣は。いやまたね、この売国、ね、自民党が、ね、この、まあ、自民党というか、まあ、自公ですからね、統一、ね、統一創価政党がね、政権化がまた、ね、この日本をこの堂々と、ね、壊すために、こういうことを始めてるってことですよね、でもずっと、まあ、いろんなことでいろんな人も言ってますけど、給料を上げてなんで日本人雇わねえんだよ、でいい加減なんちゃらこの実習制度とかさ、もうその類のこのごまかす、ね、このなんかこの言葉、ね、言葉遊びじゃないけどこの名前、なんかもうごまかすこの名前やめろよ、だって実質労働力として雇ってる、ね、この奴隷制度だろ、話になんねえよな、まあだからもうこれ半島由来の、ね、宗教を装った反日活動団体は、ね、この壺もそうだし、ね、創価公明もそうだし全部そうですけども、目的はねもうずっと僕言ってますけどもね、日本破壊活動団体なんだから、ね、日本を内側から破壊することなんですよ、でそれにはどうするっつって、こうやって外国人をね、このどんどこどんどこ日本にこの呼び込んで、ね、要はこの移民難民をね、このどんどん増やしていく、これがやっぱり一番手っ取り早いわけですよ。ね、で実際そのなんだろう、モデルケースじゃないけども、ね、欧米なんか見りゃわかるじゃないですか。いやもう本当ね、もう何年後か知らないですけども、てかもうすでにこの僕ぐらいのね、この50、60ぐらいの、要はいわゆるこの昭和世代、ね、の人たちが、ね、自分がこの小学生ぐらいの頃のことを思い浮かべてみたら、ね、すぐ分かるじゃないですか。明らかに増えてるじゃないですか、ね、日本生まれ日本育ちの日本人じゃねえやつらがどう考えても日本全国で異常に増えてますよね、いやでもうすでにこの、ね、日本国内のはずなのに、うっかり日本人が足踏み入れるのはなんかこうはばかられるじゃないけどね、えらい目に遭うかもしれない、ね、うっかりこの立ち入ることすらできないようなエリアが日本全国でどんどん毎年毎年増えてって拡大してってますよね、いやこのままだと本当ね、日本人いなくなっちゃうって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけども、ね、どん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 ね、この日本が切り取られてってるんですけどもね、なのにね、このなんかこう壺政党はさ、ね、壺総理筆頭にね、こんなことばっかり、この売国政策ばっかり次から次へと、ね、一生懸命やって、ね、我々日本のためには何にも仕事しない、それはフィーフィーさんだってね、この岸田総理がこの外国人外国人、ね、外国人ばっかりさらに増やす方針はおかしいって、ね、当たり前じゃないですか、でしかも外国人という言葉表現使ってますけど、実際はね、この中国とか、ね、とある半島のあの国とかね、反日国家からの、ね、工作員を迎え入れてるわけですからね、日本壊すための、日本にメリットなんかあるわけがないんですよ、ね、反日がどん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 ね、もうだそれはそうですよね、だって統一坪内閣だからさ、ね、だって反日団体に、ね、この牛耳られている、ね、坪政権の坪政党だからさ、しょうがないよね、日本の学生や日本の労働者優先優遇なんかするわけがないんですよ、もう秒で解体しないと本当にもうね、だいぶもうすでにおかしくされてるんだから、もうこのままじゃもうどん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 壊されてきますよ、どん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 外国に売り飛ばされますよ日本が、でも例えば日本のマスコミ NHK 筆頭にね、例えば今度は難民ですかね、難民申請許可されないのはねおかしいとか言い出しちゃうんですよ、不法滞在者の特集組んでるのにね、かわいそうとかね、日本政府ひどいとかそんなことしか言ってないんですよ、人道的配慮でね、不法滞在している、ね、要は犯罪者に、ね、在留資格を与えなければならないとか言い出すんですよ、ね、
でも結局不法残留容疑、不法滞在容疑でね、うん、例えばベトナム人とか逮捕されて調べたら、ね、茨城で大量の梨盗んで、ね、山梨じゃこのね、桃もな、ね、かっぱらっていたってのがバレたりとかね、うん、ろくでもねえやつばっかりじゃないですか、うん、何言ってんですかね、NHK は。うん、またこの靖国にね、うん、中国人、自称中国人、ね、無職、ね、逮捕された、無断侵入ですよ。こんなやつらばっかりですけども、ね、外国人どん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 増やして、どうすんの、日本壊すために。ね、これはもう止めなきゃいけないんですけど、ちょっと後半サロンで見ていきましょうかね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまた後ほど、ごきげんよう。